それでは知事会見を始めます。初めに知事から発表がございます。じゃあ皆さんよろしくお願いいたします。本日は一般会計決算の概要につきましてご報告を申し上げます。まず1ページご覧いただきますと、令和2年度の決算規模は新型コロナウイルス感染症対策のために過去最大かつ初めて1兆円を超える規模となりました。新型コロナウイルス感染症対策の規模が約2970億円ということで、医療提供体制の確保、感染拡大防止策、それから経済雇用対策等を実施をいたしました。財源につきましては国出金等を最大限活用しております。新型コロナウイルス感染症対策を除いた歳出は約9055億円で、防災減災、国土強靭化のための基盤整備や社会保障関係費の増等により約61億円の増となりました。一方で歳入につきましては府税や地方税制が減収となりましたが、減収補填債の発行やコロナ禍を踏まえた府主催事業等の事業休止、また規模縮小等により財源を捻出をいたしました。単年度収支は約140億円となっておりますが、歳入には今後返還が必要な新型コロナウイルス感染症対策関連の国庫出資金が約137億円含まれております。これを除けば約3億円の黒字となり、なんとか収支均衡を図っている状況であると考えております。引き続き厳しい財政運営が続く見通しでございまして、新型コロナウイルス感染症によります景気動向等への影響も注視していく必要があると考えております。2ページの方の上段不正決算の状況についてでございます。新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、法人二税が約110億円の減収となるなど、総額は約122億円減の約2635億円となりました。不正の徴収率につきましては、徴収猶予の特例、これはコロナの影響等によりまして実施しております。それに影響ございまして 98.0% となっておりますが、この影響を除きますと、例年並みの 98.9% となっております。2ページの下段から3、4ページにかけましては歳出の状況でございます。主な取り組みは3ページ、4ページにまとめております。詳細につきましては後ほど財政課長の方からご説明させていただきますけれども、新型コロナウイルス感染症対策に全力を挙げながらも、子育て環境日本一、また新産業創造、府民の安心安全など総合計画に沿った事業を着実に実施できたのではないかと考えております。5ページ最後に負債残高でございます。臨時財政対策債や減収補填債、それから国土強靭化債の発行増により、昨年度より524億円の増となっております。今年度負担が過度とならぬよう、引き続き負債残高の適正な管理に努めてまいりたいと考えております。私からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。